これからどうすっかな。クラウドがいると無茶もできないし。アンジール、俺どうすりゃいい？よーし、スネ、久しぶりだな。ザックス、逃走中のサンプルってあなただったの？そういうこと。あの実験室で何をされたの？まあ、いろいろとね。なあシスネ、俺たちを連れ戻しに来たんだろ？頼む、見逃してくれ。軍なら逃げ切れると思ってたけど、タークス相手じゃさすがにきつい。ザックス、ごめん。これ任務なの。逃げたいのなら私は。来るな。もし来たら次は本当に。軍もタークスもいる。今動くのは危険だ。今日はここで朝まで休もう。明るくなったら出発だ。ま、気長に行こう。沈め。彼は確かミブルヘイムであなたと一緒に回収された。どうして来たんだよ。来るなって言っただろ。彼様子がおかしいわ。どうしたの？魔鋼中毒さ。それも重度のな。実験のせいなのね。ああ、おい、ゾン、ターゲットに逃げられたわ。そういうことだからしっかり逃げなさいよ。シスネ、サンキュー。プレゼントがあるわ。私を信じてくれるならどうぞ。神羅星最高！え、まだいたのかよ！獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、暗き空より女神が舞い降りる。
光と闇の翼を広げ、至福へと導く贈り物とともに。俺の髪。お前は北条の実験に使われたと聞いている。プロジェクト S 用に加工されたジェノバの力を引き継いだ。そうなのか。マジかよ、俺の髪食いやがった。この細胞が俺にとっての女神の贈り物。これで俺の劣化は止まる。あんた、おかしいよ。モンスターの細胞さえ手に入れば、あとは不要。モンスターはお前らだ。いざ語り継がん。君の犠牲、世界の終わり、人知れず水面を渡る風のごとく、緩やかに、確かに。アンジール、どうしたらいい？な、あれ？あれあれ？クラウド、俺、田舎に帰ってきた。ここ、ゴンガガだ。やっぱ、うちには帰れないよな。絶対先回りされてるもんな。ちょっと待っててくれ。親父とおふくろ気になってさ。おふくろ元気にしてるかな。危険だろうけど村まで戻るか。宝箱があるけど、瓦礫が邪魔だな。あんたのそのデカブツなら、瓦礫をどかすことができるかもね。
Activating combat mode. Conflict resolved. まったく行動が安易ね。故郷で待ち伏せされるのは想像できたでしょ。ご両親に会いたかった？悪いかよ、普通のことだろ。そう、まあでも浅はかだった。あんたの言う通りだ。俺たち行くわ。気をつけてね。いつも以上に警戒が厳重よ。あなた以外にもこの村に来てる人がいるらしいの。誰？アンジール。そうか、そうか。あなたが倒したんでしょ。驚かないのね。神羅屋敷から出られたのはあいつのおかげかもしれない。なるほど、目撃情報は本当だったのね。でもどうしてゴンガがなんかに来たんだろう。あなたに会いたがっている。それ以外何があるの？いるなら逃げろ。アンジル、タークスが見張ってるぞ。10分だけ時間をあげるわ。それを過ぎたら私はタークスに戻る。戻る？今はそんな気になれない。ご両親に悲しい報告はできないもの。お袋どうしてる？心配してるわ。こんなことになってしまったらもうお嫁さんに会えないんじゃないかって。なんだよそれ。いいご両親ね。とっても元気よ。そうか、元気ならいいや。本当。
あんたのとこは？私はシンラに育てられたの。なあシスネ、おふくろたちの話し相手になってやってくれないか。そうね、よろしくってよ。嫁にどうだって言われると思うけどな。もう言われたわ。なんて答えたんだよシスネ。それ本名じゃないの。ほらあと5分よ。アンジール、やっぱりアンジール。待ってくれよ。やっぱりアンジールなのか。行ってみるしかないな。なんで S 細胞なのねえよ。アクティベイティングコンバットモード。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。そいつの細胞は役に立たん。お前はそもそもソルジャーだった。細胞組織がすでに変質していたわけだ。ホランダ、あんたやったのか。ああ、ジェネシスに殺されかけてな。
生き延びるためには仕方がなかった。ジェネシスの細胞を少しな。劣化してるぞ、あんた。その通り。しかし、悲観してはいない。S 細胞。S 細胞。S 細胞。女神の贈り物。純粋な S 細胞さえあれば、劣化など問題ではない。純粋？お前、二人で逃げていたな。いや、逃亡者は二人。元ソルジャーと一般兵だ。その一般兵こそが、最後の純粋 S 細胞の持ち主。おい！最終章へつながる4章最後のフレーズを知っているか？知るか。いざ語り継がん。君の犠牲、世界の終わり。人知れず水面を渡る風のごとく、緩やかに。確かに犠牲とか終わりとか鬱陶しいんだよ。この美しい詩を理解できないとは気の毒だ。まあ無理もない。俺でさえ理解できない部分があったからな。女神の贈り物を手に入れるための最大の謎、水面だ。そしてようやくライフストリームにたどり着いた。は？失われた最終章には様々な解釈が存在する。だが正しいのは俺の解釈だ。それを証明してみせよう。ろくでもないこと考えてるな。すぐにわかる。クラウドが危ない。魔法炉まで戻るぞ。急げよ俺。Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode.何の音だ？なんだあれ？まだ流れてくるかな。よし、やってやれ。
Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. か、俺はこれからミッドガルに戻るけど。そう、私たちはこの騒ぎの後始末よ。ザックス、休暇のことなんだけど、私、本当は。気にすんなって、昔のことはもう忘れた。行くぜ、とっておき。ザックスなら勝てる。よし、燃えてきた。久しぶりだな。なんだよ、あんなのにやられるなんてさ。ファーストのようには戦えない。私はアンジールのコピー。コピー？ラザードだ。じゃあジュノンからホランダーを連れ出したのはあんた？なんであんなことを。復讐のためにはホランダーの力が必要だった。仲間を間違えたよな。
あんた。まったくだ。まさかアンジルの細胞をコピーされるとはな。喜べ。プロジェクト G 直系だ。不思議な感覚なんだ。ん？私の人生を支配していた復讐のことなど忘れてしまった。代わりにあるのは君たちを助けたい。ジェネシスを救いたい。いや、もっと大きな気持ちだ。そう、私は世界を救いたい。不思議でも何でもない。それがアンジールなんだから。ジェネシスは女神の贈り物を手に入れようとしている。しかしそれは何だ？いや、何であろうと阻止しないとな。俺にはあいつが言ってることをさっぱりわからないんだ。どうしたらいいんだ？アンジールが導いてくれるかな。なるほど、そうだな。統括統括か。なあザックス、夢は何だ。ああそうだな、英雄になることだな。叶いそうにないいい夢だ。何言ってるんだよ。力を貸してくれよ。アンジールと一緒にさ、みんなでやり遂げたら俺たちは英雄だ。少なくとも俺は認める。さてザックス、ジェネシスの居場所は？はっ、なるほどな。バカリンゴはバノーラでしか育たない。なんでまた？バノーラの土壌に原因があるらしい。ジェネシスはいつもバカリンゴを持ち歩いてた。なんで気づかなかったんだ。ずいぶん変わったもんだ。クラウドを頼んでいいか。ああ。なんだ。クラウドのことなら任せなさい。必ず私が守り抜く。降りたら戻れそうにないな。こんなのあったっけ？どこへ続いているんだ？
バノーラホワイトジュース全国農産物コンテスト加工品の部最優秀賞。へえ、すごいな。このジュースを考えたのはバノーラ村のジェネシス少年。はあ、すげえすげえ。ジェネシス少年のコメント、とても嬉しいです。でもジュースだけではなく、そのまま食べても美味しいんです。両親と一緒に英雄セフィロスにリンゴをご馳走するのが僕の夢です。ジェネシス、俺にできることはあるのか。鍵がいるのか。
がいる。クラウド、ここにいたのか。覚悟しとけよ。これがソルジャーなのか。とっておきのお見舞いしてやれ。
よう、ブルーノ。逃げるなら今のうち。頑張って。Combat mode.